皆さんこんにちは、森あきです。2013年夏、日本中のボーイスカウトたちが集まって活動する日本ジャンボリーが山口県長浜で開催されました。いよいよ今年は世界中のボーイスカウトたちが集まるスカイスカウトジャンボリーが開催されます。このコーナーではスカイスカウトジャンボリーについてご紹介していきます。上村隊長、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゆいちゃん、山口佳星学園ってとっても有名だったよね。はい、ついにメジャーデビューすることができました。この世界スカウトジャンボリーもしっかり PR していきたいと思います。うん、楽しいね。やっぱりこの世界スカウトジャンボリーはね、今まで行ってきたジャンボリーの集大成です。しっかりと PR お願いしますね。はい、隊長。ところで隊長、2年前に行われた日本ジャンボリーと世界スカウトジャンボリーは何が違うんですか？日本ジャンボリーはほとんど日本国内のボーイスカウトたちが集まって行った大会なんですね。でも世界スカウトジャンボリーっていうのは文字通り世界中のスカウト、約3万人以上のボーイスカウトたちが集まっていろんなプログラムを体験したり、そしていろんな交流活動を行っているわけですね。山口市内でも小中学校高校を合わせて60校、その学校にボーイスカウトたちが訪問していろんな交流を行っていくわけなんですね。へえ、楽しそうですね。でもいろんな国の方々が来られるなら言葉も違って交流ができるか不安ですね。うん、でも逆にそれがジャンボリーのいいところなんですね。いいところ、うん、ボーイスカウトの活動っていうのは将来を託せる青少年健全育成をすることも目標の一つなんですよね。今世の中がどんどん国際化していって、たくさんの国からそしていろんなものが入ってきて、たくさんの国で生まれたものとか考え方っていうのが入ってきています。だから、あ、これって便利だなとか、こんなことを考えてる人ってすごいなとか思ったことってあるよね。あ、そう言われてみればあるかもしれません。うん、やっぱり子供の時から世界中の人たちがどんな考え方をしているのかなっていうのを知っていることも大切なんですね。言葉の壁を越えて積極的に通じ合いたいなって思うような、そんな気持ちも生まれてくるし、こんな世界ジャンボリーの活動を通してきっとたくさん得るものがあると思いますよ。へえ、なんだか私もいろんな国の人たちと交流してみたくなりました。うん、ぜひゆいちゃんもこの会場に遊びに来てくださいね。私も遊びに行っていいですか？うん、いいよ。世界スカウトジャンボリーではね、この期間中山口ジャンボリーフェスタっていうそういうイベントを行っていますから、誰でも参加できるんですよ。そうなんですか、もっと聞きたいです。うん、それは次回またお知らせしましょうね。はい、隊長。皆さんいかがでしたか？いよいよ今年は山口市あちしきらら浜で世界スカウトジャンボリーが開催されます。皆さんもぜひボーイスカウトの活動に注目してみてください。